大阪港トランスポートシステム株式会社大阪港トランスポートシステム大阪港トランスポートシステムは大阪府大阪市内で鉄道事業とトラックターミナルその他流通施設管理などを行っている第三セクター会社大阪市などが出資している略称は大津本社は大阪府大阪市住の駅南港東4丁目10番108号 大阪南港トラックターミナル管理旨2階。本来の事業として、長距離を走る大型路線トラックと市内を走る小型周配車を中継する機能を持つトラックターミナルや流通倉庫などの運営を行っている。これらの拠点はすべて大阪市住之江区にある。鉄道事業として大阪市港区の大阪港駅から住之江区のコスモスクエア駅を経て、 トレードセンター前駅に至る南港港区連絡線の線路を保有している。2005年6月30日までは大阪港コスモスクエア中不等間を大阪港トランスポートシステムが直接運営していた詳細は路線の節を参照。大阪南港の埋め立て地に新たな集客施設として大阪ワールドトレードセンタービルディング WTG 現在の大阪ふさき吉庁舎やアジア太平洋、トレードセンター、ATG といったタワー型ビルや商業施設が開設されたが、鉄道による交通アクセスが大阪市交通局南港ポートタウン線、現在の大阪メトロ南港ポートタウン線、愛称ニュートラムしかないという欠点があった。梅田や南波など市内中心部からは大阪市営地下鉄四つ橋線、 現在の大阪メトロ四つ橋線を経由し、住の江公園駅の理解で、ニュートラムを利用するしかなく、遠回りで時間がかかるという不便が災いし、バブル崩壊による不況も重なって、企業誘致が思うように進まず、空き地だらけな上に、一度は南港に移転した企業の中には再び都心部へ戻ってしまった企業もあるという悪循環である。その不便さを解消するために計画されたのが、 大阪港駅と中府島駅を結ぶ鉄道路線であった。ただ、路線が計画された当時は、東区間の建設が公共輸送とは認められず、利益誘導とみなされたため、公共交通の事業者、ここでは大阪市の路線としては、不適格との見解から、大阪市営地下鉄中央線、現在の大阪目との中央線の延伸線としては、国から建設費の補助を受けられなかった。 そのため、建設費軽減を目的に、第三セクターである、大阪港トランスポートシスムに、白羽の矢を立て、同社が鉄道路線を建設し、かつ、中央線とは、別会社、別路線を扱いにして運営も委ねることで、遠区間の建設にこぎつけた。当初は、大阪港中府等の全区間をニュートラムで結ぶ計画であったが、コスモスクエア駅周辺でのライブホール、 ゼップ大阪、1998年開設、2012年閉鎖の観客輸送など開業後の輸送需要を監視、最終的に、中府島、コスモスクエア間は、ニュートラムで、コスモスクエア大阪交換は、中央線と同様の、第三機場による車両による運用に変更された。大阪港中府島間を総称して、南港、港区連絡線、南港、 港区連絡線と呼ぶ。開業以来、これらの路線を大阪港トランスポートシステムが第一子鉄道事業者大阪港コスモスクエアマイナストレードセンター前間、軌動事業者トレードセンター前から中府等間として直接運営でいたが直通運転している大阪市交通局の地下鉄ニュートラムと運賃体系が別立てであったため運賃が割高となり、 開業当初見込みよりも利用者数が低迷していた。そのため、2005年7月1日に大阪市交通局へ、線路以外の鉄道施設、車両を譲として、同局が第二種鉄道事業者として、路線を運営することで、同局の地下鉄などと運賃体系を統一して、運賃値下げを図ることになった。同時に、大阪港、トランスポートシステムは、 線路の保有のみを行い、大阪港、コスモスクエア、マイナストレードセンター前間の第三種鉄道事業者となった。これにより、日本の新交通システムでは唯一であった異なる事業者間での直通運転は消滅した。乗務員は、大阪港、トランスポートシステム、大阪市交通局、両者とも、コスモスクエア長田及び、住野江公園間を投資で乗務していた。 大阪市交通局は2018年4月1日の市営地下鉄ニュートラムの民営化に伴い廃止され、第二市鉄道事業者は交通局のこれらの事業を継承した大阪市高速電気機道となった。また、コスモスクエア駅から大阪工場の人工島であるユメス、ユメ島、大阪五輪会場の予定だったのユメス駅、舞島の舞島駅を経て、 この花区の新桜島駅、駅名は、コスモスクエア駅以外全箇所へ伸びる、北港テクノポート線の開業を目指して事業化に着手、したが、最大の目的であった2008年の大阪オリンピック招致に失敗したことからその、採算性を問題視されており、コスモスクエア駅ユメス駅、箇所間の沈ントンネル、ユメサキトンネルのみが建設された。 同トンネルの鉄道部分は準備工事のみで、道路部分のみが2009年8月1日に先行開通した。なお、現在も大阪港、トランスポートシステムは、北港テクノポート線の事業許可を保有しており、ユメスについては後に、統合型リゾート、IR の誘致を進めているほか、2025年、国際博覧会の会場として決定していることから、コスモスクエアユメス館のみ、 事業再開が見込まれている。大阪港、トランスポートシステムは、テクノポート線、大阪市営地下鉄中央線、現、大阪メトロ中央線、近鉄東大阪線、現、京阪な専用の自社車両として、大津系を保有していたが、2005年7月に、大阪市交通局に譲渡され、2006年3月、中央線で2 4系5 0番台として走行した、後 近鉄京阪な線との相互、直通運転区間拡大に伴う、車両転用計画に基づき22系に改造され、大阪市営地下鉄谷町線、現、大阪メトロ谷町線へ移籍した。移籍後、大津系独特の塗装や、オーシャンブルーの座席を見ることはできなくなったが、床や化粧板などは、現在も大津時代のままである。前日の通り、近鉄京阪な線、 生駒駅学県なら富ヶ丘駅開業前の2006年3月以前に全編成転属したため、生駒マ伊に営業列車で乗り入れたことはない。また、ニュートラム用の 100AK も33から35、編成が大津百1 0 0を名乗っていたが、こちらも2005年7月の大阪市、交通局上都市に1 0 0 a に編入された。こちらは、現在も大津カラーのままで、車内も、 座席以外はそのままだが、2016年に第33、35編成は廃車となったため、2017年現在も営業運転を続けているのは第34編成のみである。大阪港トランスポートシステムが当時管理を受託していた大阪港サキストンネルの通行回数券が約1万千枚、約2億に800万円分にわたり紛失していた。 ことが、同社の内部調査により、2009年2月16日に発覚した。また、同回数件の利用実績が、販売実績を上回る異常事態も起こった。トンネル管理事務所の当時の所長で、販売管理担当をしていた元社員のせいが、横流しした疑いが持たれた。同社は、この元社員を、業務上横領で告訴した上、約2億円の損害賠償を求め、 大阪地裁に訴えを起こした。2010年5月17日に大阪府警察捜査2課がこの元社員を業務上横領の容疑で逮捕した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。